もしこれが最後になっても、永遠高博ライブに込めた熱い思い明かす。エグザイルの高広、39が23日までにインスタグラムを更新。ライブに込めた熱い思いを明かした。この日、高博はワイングラスらしきものを片手に、焚き火に当たっているショットを投稿。焚き火という、 寒い冬だからこそ楽しめるアクティビティを満喫したようだ。その上で、いつ何があるかわからない世の中。いつ何があってもおかしくないご時世。不安もたくさんありますが、今生きていられることに感謝しながらもしこれが最後になっても。ぐらいの強い気持ちと覚悟を持って公開ないように EXILE TAKAHIRO ならではのライブツアーを。 お届けしますしっかりパワー吸収してフルスロットルで行きますと綴り4月からスタートする自身のライブツアーへの思いを明かしている高博の焚き火ショットやライブへの熱い思いにファンからは焚き火の炎って癒されますね癒しの写真をありがとうございます焚き火のそばでワインですかおシャンティーですね高博の言葉身に染みますさすが良いことおっしゃる 高弘さんが紡いでくださる言葉がいつも本当に優しくて暖かくて好きです。最後なんて言わないでね毎年毎回会えることが当たり前じゃないとしみじみ思ってます。と様々な反響が寄せられている。ライブツアーを控え多忙な日々を送っていると思われる高弘だが、焚き火でリフレッシュできたようで何より。